皆さんこんにちは。大阪府のプレイズリポーター、伝道賛美歌の菅原咲です。今回は第2回ゴスペル落語会のレポートをします。2015年6月27日土曜日、大阪クリスチャンセンターにおいて第2回ゴスペル落語会が開催されました。クリスチャンの方もそうでない方も誰にでも分かりやすく聖書の世界を知ってほしい。福音落語を通して一人でも多くの方に楽しく笑いの中で神様の素晴らしさを味わってほしいという思いから昨年第1回ゴスペル落語会が開催されました。今年はそれがさらにパワーアップして第2回目の開催となりました。出演者は7組、総勢11名、盛りだくさんなプログラムとなりました。トップバッターは祝福亭一博さん、ネタは福音落語与那書。今回ゴスペル落語会初出演となる祝福亭一博さんは西宮市の教会の牧師です。文字通り旧約聖書の与那書を落語仕立てにし大阪弁で語りました。親しみやすいだけでなく滑稽なその語り口に会場は大いに笑いが湧きました。2番目はゴスペル亭パウロさんによる福音落語ザーカイ急いで降りてきなさい。これももちろん題名の通り新約聖書ルカの福音書19章のザーカイのエピソードを落語にしたものです。ゴスペル亭パウロさんは昨年に引き続き2度目の出演で西尾治さん作の福音落語を熱演してくださいました。3番目は大川亭栄華さん。栄華さんも豊中市で牧会しておられる牧師でやはり2度目の出演です。前回に引き続き栄華さんはお得意の古典落語遠洋博を演じられました。この落語は落語家でありました私の父露の五郎兵衛も得意としていたネタで上方落語のボケ役の典型キイコの嫁取り物語です。栄華さんの個性でほのぼのとした中にもおかしみのある楽しい滑稽話になりました。4番目中取りとなりましたのはゴスペル落語会初出演の小福院亭志音さん。この志音さんも牧師です。大阪で教会を牧会しておられる中で落語に取り込まれるようになりました。志音さんが演じられたのは自宅の福音落語信じる者は救われる。二人の泥棒が留守宅つまり盗みに入る家を物色しているうちに教会にたどり着きそこで繰り広げられる噛み合わぬ会話が何ともおかしくて会場は爆笑に包まれました。ここで一旦休憩。落語界では中入りと言います。その中入りの後登場されたのが福音亭パスタさん。パスタさんも牧師で滋賀県で牧会しておられゴスペル落語界は2度目の出演です。パスタさんが演じられたのは5代目春風亭龍翔師匠の作による里帰りという人情話。福音落語ではないのですが冒頭にペテロの手紙第1、5章7節の御言葉を紹介され見事に聖書に結びつけて講演されました。さて6番目に登場したのは寄席では色物と言われる落語以外の出し物です。今回は滋賀から初参加の4人組コミックバンドジップコード604の皆さんが出演されました。番長の松本義之さんを中心にギター、ベースによる音楽に笑いを絡ませて会場を盛り上げてくださいました。そしていよいよ鳥にはこの落語会の中で唯一のプロの福音落語家露の桔梗さんの登場です。ネタは福音落語聖書女人賞。このネタは桔梗さんの所属教会忍ヶ丘キリスト教会の西山栄さんの作で教会の婦人たちがクリスマスの出し物を考える中で繰り広げられる物語。教会のあるある的なネタも含まれていてクリスチャンの中には思わず笑いながらうなずいている方も。桔梗さんはさすがの貫禄で針線で講談調に剣台を叩いて旧約聖書のルツキをリズミカルに語り会場は笑いの桔梗ワールドに引き込まれました。会場は今年も満席で3時間に及ぶ長い催しでしたが皆さん本当に楽しかったと満足げな笑顔で会場を出てこられました。早くも第3回を望む声東京進出を望む声も起こっています。私はこの大阪らしい落語お笑いという方法での福音宣教はとても素晴らしいと思います。
笑いながら心を閉ざすことはできない。笑いこそ日本では難しいと言われる福音宣教の突破口になるのではないかと思っています。笑いを通してますます福音が広まりますようにと願います。また会場となった大阪クリスチャンセンターも地域に根ざし、ますます用いられていきますように。以上、大阪府から菅原咲がレポートいたしました。